アニマル浜口、京子親子と、お笑い芸人、ジャングルポケットの斎藤慎二、太田博久が26日、都内で行われた、東京ガス、新 CM 発表会に出席した。現在放送中の東京ガスの CM では、女優の深田恭子が出演し、コミカルなダンスを披露している。この日は26日から放送される新 CM ではもう一人の京子お姉さんとして浜口京子が出演。深田京子ちゃんと同じ衣装を着てとても素敵で可愛い CM だと思っていたので憧れていたので参加できて嬉しいですと笑顔でくるっと一回転すると父アニマルから可愛いぞ京子をと絶賛の声が上がった。CM で共演した深田について京子は、深田京子ちゃんは憧れの方で同じ衣装でお会いして楽しいね、嬉しいねとお話しました。父にも優しくしてくれて、と明かすと、アニマルも京子ちゃんの眼差し可愛くて美しくて目を見られない。そして優しくて、ただ可愛いだけじゃない、素晴らしいと照れていた。途中、深田恭子の扮した斎藤が登場し、深田恭子です。CM 中はタックルされると思いましたと、モノマネしながら勝手に撮影を振り返ると、アニマルは、可愛いぞ、恭子を、と興奮。それを見て、斎藤は、ちょっと何を言っているかわからない、怖いといじっていた。また、斎藤が滑り笑いとして会場がシーンとなることを想定としたボケを披露すると、アニマルだけが、わーはっは、と大笑い。全然、面白くない、ボケですから。今、シーンとなるところ。もう、アニマル浜口さんと噛み合わない。ボケを台無しにした。もう二度と、共演したくないとアニマルの元気な姿に困惑。フォトセッション時にも、京子と斎藤は、お得ポーズを決めていたが、アニマルから、可愛いぞなど、ちゃっちゃが入る一幕があり、斎藤は、今、そういうタイミングじゃないので、と突っ込み。また、気合だ、と突然発言すると、報道陣の音響担当が、一斉にマイクを引く場面があり、ごめんなさいね、もう二度と仕事をしたくないでしょうねと笑わせた。